どうも、ガジェット春の頑丈です。よろしくお願いします。今回もですね、また、ドン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 キーのお話です。ドンキからですね、えー、この度、税別1万9800円で約 1.2kg の、えー、14.1型フル HD ノートが出るという、12月1日に発売するということでね、ちょっと私、胸熱になっております。えー、まあ、最近ですと、まあ、つい1日ぐらい前か、それぐらいに上げた、 え自動ロボット掃除機であったりですとか、アクションカムであったりとか、ドンキー4系とかね、最近ドンキ猛攻をかけておりますけども、ついにノート PC もがまで出しちゃうという感じになっちゃっております。自分タブレットとかね、そういう系のなんかタブレット PC を出してたのを知ってるんですけど、まさかノート PC を出してくるとは。 思ってておりませんででした、まあ、スペックを見ていくとですね14.1型の IPS 液晶パネルも,も IPS っていうだけでマジかって感じなんですけどあなかなか、まあ、手,は手は抜いてないなっていう感じはあるんですけどねでフル HD 液晶だとで CPU は、えー、チェリートレイル ATOM の X5Z8350 を搭載していますでメモリーは、まあ、今の時代となってはちょっと少なすぎるって気はするんですけど2ギガという感じになっていて えー、EMMC の 32GB というものになっております。まあちょっとね、スペックだけ見ると、まあ、中身だけを見るとちょっと、えー、見劣りというか、なんか劣るんですけど、まあなんていうんですかね、ホームノートらしい、なんていうんですかね、最必要最低限というか、まあこの、なんていうのかな、このクラスのノートパソコンにしたら、割と、 アイオポートが充実しているなっていう感じがします。それは何かっていうと、USB3.0 と USB2.0、それぞれ1機ずつ,つついているという点と、SD カードスロットもついていると。まあ、ミニ HDMI。あ、ミニなんだ。普通だったらね、マイクロなんですけど、ミニなんですね。えー、マイクロではなくミニ HDMI。で、えー、無線通信が Wi-Fi の BGN、えー、Bluetooth 4.0も対応していると、えー、いうことになっております。まあまあ、PDF をね、 まあ、ガンミッションいいんですけど。はい。無我、えー。ストイック PC。なんでこんな名前になったんだろうな。う自分専用 PC とかね、あったんだよね。WPS オフィスはね、正直いらない。いらないけど、まあ、これで2万、2万少し超えるぐらいの値段だったらね、全然、えー、ありだと思うんですけどね。なかなかね、見てる感じ、こう、ベゼルレスなんですよね。こう、画面の縁が結構狭い。 っていうのもありますし割とねまああのドン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 キーっていうのを意識しなかったらもう割とありなんじゃないかなと思うんですよね。正直言うとギアベストさんとかアリエクスプレスさんとかまあそういったところでまあ買ってもまあこの値段のぐらいなんてゴロ,ゴロゴロしてるんですけどもまあ言っちゃえばね ただ、なんて言うんだろう、だろそういうのにあんまりこう明るくない人っていらっしゃいますよね。えーまあ、僕とかはもう慣れ,っこ慣れっこっていうかもうガンガン買うような人間なんで買っちゃいますけども、まあ、みんながみんなそうじゃない。てかもう大多数の人がやっぱそういうまだまだそんなねあの中華系のところに飛びつくわけじゃないんで、まあ、こういうのをね日本向けに、えーまあ、出してきたっていうのは日本向けというかこう。 一般のところでも変えるっていう風にしてきたのは、まあ割と偉いっていう。まあ、やってることは簡単だと思うんですけどね。まあ、それでも偉いんじゃないかなっていうのは思います。最近ね、ちょっとドン、ドンキさんがね、ちょっと、あのー、結構僕の中で魅力的な <laughs> 企業の一つにちょっなっちゃってるんですけど。いやでもいいよね、これ。うん。 これはね、12月1日にえ店頭に並ぶのかな、えー、?12 月1日から、うん、全国のドン・キホーテで発売されるのでまあ、ちょっとこれ見ていこようかなと思います。場合によってはねちょっと買うかもしんないかな。でも1 2キロってなかなかまあコンパクトに収めてきたと思いますけどね。14インチで。で7時間も持ちますし。はい。 とということで今回は、えー、ドン・キホーテから、えー、無我無我っていいんだよね、えー、無我ストイック PC 出るぞというお話でした、えー、今日もストイックにレッツゴー